気団とは、低滞性の高気圧により、気温や湿度などの性質が水平方向に広い範囲に、渡って、ほぼ一定になり、一つの塊とみなせるようになった状態を言う。1930年に、スウェーデンの気象学者であるトール・ベルシェロンが定義し、分類を行った。多くの気団は、季節の変化に伴って、勢力と勢力圏を変える。 気団の勢力変化や拡縮によって、それぞれの地域に特有の気候や気象現象が生み出される。広い海洋に発達する気団など、一年中勢力を維持する気団もあるが、ごく一部に限られる。気団の多くは高気圧であるが、熱帯収束帯にできる赤道気団は気圧の低い気団である。低耐性高気圧は、主に赤道付近の低緯度と両極を取り巻く。 高緯度の地域で発生する。これらの地域は水平方向の上乱が少ないために均質な大気がまとまって存在しやすいため、気団を形成しやすい。中緯度地域では、Z 気流の流路付近を中心として大気上乱が発生し、これが温帯低気圧を発生させて南北の大気を攪拌してしまう。さらに高気圧は、Z 気流によって移動性となるため、 大規模な気団は存在しない。複数の気団が接触すると、前線が生成され、低気圧が発達することがある。北アメリカの気候に影響を与える7つの気団、発生場所と温度、湿度により、一下のように分類される。略語は、アルファベット2文字で表される。小文字の C は、大陸性。小文字の M は、海洋性。大文字の A は、北極、または、南極。 大文字の P は寒帯、大文字の T は熱帯、大文字の E は赤道を示す。それぞれ英語での頭文字が使われている。大陸性気団は乾燥、海洋性気団は湿潤である。また北極や南極の気団は非常に低温で寒帯、熱帯、赤道の順に暖かくなってくる。南極には CA しか存在せず。 その周りを MP が取り囲んでいる。また、北極海洋性気団も冬季には海が凍結するために湿度が低くなり、北極大陸性気団とはあまり変わらなくなる。しかし、近年では9月を中心に海表面積が激減しており、北極気団はより湿度が高い気団に変化しているのではないかという指摘もある。スペインの気候に影響を与える6つの気団日本周辺の気団は、 1935年に荒川秀俊氏がベルシェロンの定義、分類法を導入したことにより分類がなされた。ありがとうございます。